休止で座れましたね。途中駅で人が減ってまだまだなんで、海南で降りて、なんかすごいですよ、三井アウトレットパークとかね、あっちの方にはユニクロとかあって、今からこの高鉄駅から海南駅、このね、21時9分、9時過ぎなんですけど、金曜日の9時過ぎ、遠いですね。あれ？やっぱり？そうだね。知ってました？じゃあこれでいきます、これでいきます。オッケー、いいじゃないですか、こんな電車レトロだ、僕らにはレトロに感じる、20分のこれなんです、この駅。なるほどね、あっちが鋼鉄で、通りますね。うん、ちょっと人多いですね。はい、台南駅舎ですね。台南駅。おお、なんか来た。そうだ、来ましたね。なんかパンタグラフある。なかなか重厚な。発車ベルかな、これ。ジリリリリって言ってるの。この発車ベル長いの。はい。今、ベルが鳴り止んで出発かな？ああ、そっか。あそこで駆け込み乗車してますね。ドアが閉まって、さあ、4両ですね、多分。それが向こうに止まってるのが、すごいですよ。1、2、3、4、C です、これが。4、5、6、めっちゃ長いですね。お、行った。ゆっくり進んでいきますね。これを見送ってからここで、見送ってからここで出ます。すごくゆっくりやな、これ。めっちゃくちゃ長い。これは特急みたいなもんかな。11、12で最後。いいですね。はい、じゃあ外に出てきます。これで出ていきましょう。これは入れるんじゃなくて、手応えがないから。だから羊肉でいただきます。あとの何ですかこれ、弁当というか、うん、なるほど、うまいですよ。もっと塩味が欲しいな。あ、でもスープ飲めばいいのか。うん、どうですか。台中のホテルに向かって歩いてます。とりあえず入店の音が面白いんで、はい、これです、この音。弁当があります。
いっぱいあるな。コンビニ飯も美味しそう。35元のコーラ買います。もうすぐ11時ですね。でもかき氷とかね、ちょっとしたお店はいっぱいある。こんな時間まで。チェックインできた。できました。